はい、こんにちは。この子猫です。読書家の読書家による読書家のためのチャンネルへようこそ。今日の一日一冊はこちらです。老人と海です。ノーベル文学賞作家、ヘミングウェイの世界的名著ですね。未読の方はぜひ読みましょう。この話は、漁師である老人が海で一人釣り針にかかった巨大なカジキと戦うという話なんですが、この戦いがまあ、熱いです。ただ熱いだけでなく、長い、凄まじく長時間戦います。しかもなんと、二段落ちです。長時間の戦いの果てに、まさかのさらなる戦いがあるという。まあ、話の盛り上がり的には、こう徐々に上がっていって、頂点に達したかと思うと、下がっていく感じです。読了感は決して良いものではないです。全てが終わった後は放心状態になり、何とも言えない虚しい気分になります。しかしそれがまたこの本の魅力なんです。老人と海との熱いしかし悲しき戦いを味わいたい方、まあ200ページ弱でサクッと読めますので、ぜひ老人と海読んでいただければと思います。とこんな感じで毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。では明日もまた会いましょう。バイバーイ。